その後、猫ちゃんのミサイナンがクッションの上でくつろいでいる猫ちゃんのそばに大きな白いワンちゃんがやってきました。おいおい、これは俺のクッションだぞ。別にいいじゃねえか。え、そんな態度取るんだ。んじゃ遠慮なく、よっこらセット。うにゃー、重いにゃ。猫ちゃんのことを全く気にすることなくドスンと座るワンちゃん。うわー、やっぱりこのクッションは居心地がいいぜ。僕は居心地悪いんですけど。パチパチと眼差しで助けを求める猫ちゃん。わかったわかった、僕が悪かったからどいてくれにゃ。ん、なんだ、こんなところにいたのか。小さくてわからなかったよ。体格も相まってふてぶてしいワンちゃんなのでした。